よし、始めましょう。矢永慎二です。いつも慎二ゴルフをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、フックを3つのポイントで直します。フックね、左曲がりね、もう毛が多いですよね。もう慎二ゴルフ的には左曲がりは絶対ダメって言ってます。このね、左曲がりフックをですね、3つのポイントで直したいと思いますんで、ぜひ参考にしてください。やはり左曲がりっていうのはゴルフのパフォーマンスもやっぱり下げる動作なんでね、ここをね見てもらうことによって手っ取り早く皆さんのストレートボールにも近づけますんで、ぜひ参考にしてください。でまずね、フックに悩んでる人っていうところに特に共通してるのが左手のグリップなんですけども、左手のグリップがですね、すごくかぶしてしまうっていうところですね。特に左肘が向こうを向いてしまって、こう握ってしまって、このようにね、 B が前向いてしまうってことです。この B ね、このグリップのブリッジのマークの前向いてしまう、この極端にすることによって、このまま上がってくるとですね、このトップのフェース面が分かりますかね、このフェース面がこの空向いてる感じが出る。左手のグリップがこうなってくると空向いてる感じになってくるんで、これシャットフェースって言うんですけども、このシャットフェースになってくるからと戻してくるときにですね、かぶしてしまうんですね。かぶってしまうからどうしても左に行ってしまうってことですね。やっぱりこの左手のグリップがこうやってフックグリップなのに、トップでフェース面がシャットフェース、このまま打ってしまうからパーンっていくから、どうしてもフックになりやすいんですね。特にフックに共通している人っていうのは左手のグリップっていうことになります。だからシンジゴール的にはね、右曲がりも左曲がりもまずは左手のグリップを直すっていうことですね。だから左手のグリップをこれを今度はどう直すかというとですね、左肘っていうのをね、前向いた状態から指から握っていくことによって、親指の位置がちょっと変わりましたよね。こういうふうにさっきまでやった甲がこういうふうにこのイオミックのこの線のこの辺にこうなってきた。こうなることによってですね、このグリップになることによってトップのフェースの向きがですね、こういうふうに45度になってくるってことですね。さっきまでこんだけ空向いてたのがなってくる、こういう風になってくる。このトップのフェース面がまっすぐなってくることによって、やはりこのまま戻ってくると、ほらまっすぐ戻ってくる。指がこうこのグリップをしてそのまま体を戻してくると、まっすぐ戻しやすいけど、さっきのこのフックグリップの感じだったらこのままから戻してくると、こんなにかぶってくるんでね、ぜひともね、このフックグリップに共通してるっていう、この左手のグリップの握り方ですよね。特にこれを肘を前向けた状態から握ってもらってやることが、まずフックを直すことの一つ。左肘を前向けたまま左手のグリップすることで、親指の位置がね、いつもより前になってくる。こうなっている方多いんでね、ぜひこの肘を前向けたままから左手のグリップを作ることによって、ストレートに戻ってきやすいんで、ぜひこれをちょっと参考にしてみてください。次2つ目なんですけども、フックで悩んでる人ですね。やっぱりこれはね、過度なフェースローテーションしてる人がすごく多いんですね。過度なフェースローテーションっていうのは何かっていうとね、やはりこのトップから特に右腕をこうグッとこう回してしまうってことですね。こうやってやってしまう、このフェース、まあ、手を返さなあかんっていう意味は分かるんですけど、やりすぎてるってことですね。でこの腕をこう返すっていうことに対して、体の仕組みは何かって言ったら、この肘、向こうの右肘の使い方がずーっと上がって、ここからね、指はね、内に回ることを内旋と言います。外に回ることを外旋と言います。この内旋、内回りの動きがすごく強い人が、またこれフック悩んでますね。特にボールをしっかり捉えようと思ってですね、ここから右腕をね、この感じがこう回す動作をこうすることによってですね、フェースをこう閉じるっていう動作をしてるんで、すごく左に曲がる。このままこうしてしまう、閉じることをしての左に曲がりですね。この感じからそのままずっとやってフェースをこうパーンと回してしまうから、今でもグイーンと回っていきます。こういうふうにフックで悩んでる人の原因の、また2つ目の代表的な動きはですね、この右腕をすごくこう回してしまうということですね。回してしまうからこそ左に曲がりやすい。でもね、これは右腕を使わざるを得ない状況になってます。というのもですね、結構共通しているのは、まあアドレスがちゃんとできてたいんですけど、アドレスで右手のグリップがどっちかというとこういうふうに横から握っているような人、こうなってる人っていうのはインパクトの時にまっすぐ合わせたくなってくるんで、右手のこの余計な動きが入るんですね。右手のひらが上向いた状態からこうすると、右手のひらってまっすぐ合わせたくなってくるんで、どうしてもかぶしてなんで、まっすぐ合わせたくなる動作っていうのは右腕を回す動作にも等しいですね。まっすぐ合わせ動作、右腕を回す動作が多いんで、右手のグリップも結構ね、まっすぐこう握ってもらってつる、こうじゃなくてね、こう下から握るんじゃなくて、で右手の生命線で親指が当てるっていう、このグリップをすることによって右肘が前向きやすいんで、このままこう打ちやすいですけども、やはりここからね、こう使ってしまうことにはやっぱりグリップも原因があるんでね。だから2つ目はダウンスイングで右腕を内旋って言ってね、こう回して使ってしまうから、過度なフェースターンになってしまって、どうしてもフックになりやすいっていうことですね。
3つ目は、フックで悩んでる人っていうのにおいては、スイング中においての開いて閉じるっていうことをすごくしてるんですね。やはりバックスイングにおいても、こうやって開く動作をした状態からダウンスイングで閉じる動作をしてしまう。右腕を回すっていうことも結構してるんですけども、スイング中においてのこのクラブをこう回す動作をすごく多い人がやっぱり結構フックに悩んでますね。だからこの場合においてどうするかっていうことにおいてですけども、まあ、シンジゴルフでいつもね、二の腕を締めてっていうことを言ってますけども、アドレスにおいて肘が前向いた状態、前向いた状態ですね。前向いた状態からテイクバックバックスイング、これ前向いてる状態を作ってもらって、ダウンスイングもずーっといっても肘が前向いてる状態を作ってもらって打つっていうことによって、どうでしょう、なんか過度なフェースターンがないですよね。この肘がこのままずっと前向いたままからこのままスイングすることによって、こうすることによって過度なフェースターンがないんですよね。やはりさっき言ったようにこの肘の向きが安定しなくて、こう向いてしまう、こう向いて、要はバックスイングで肘が回ってしまう、ダウンスイングで肘をこっちを回ってしまうというふうに、肘の向きが不安定な人っていうのがフェースターンが多いんで、結局フックになりやすいということですね。だから肘を前向けてこうスイングすることをしてもらいたいんですけど、それでもね、このスイング中肘を前向けて打つっていうのはすごいこう難しいんで、ここはシンジゴルフのね、ゴルフな体になるためにはですね、ドリルとすればクラブをこうやって横に持ってもらってですね、肘前向いてます。この感じからバックスイングの形、フォローの形、バックスイングの形、フォローの形っていう風にですね、この肘をこう前向けることをするんですね。このクラブを持ってこうしてるともう肘前向いてるんで、前向いたままこう動かすことで、この肘を矯正するっていう感覚ですね。こうすると余計な腕の動きがないんで、結局はスイングで言えば肘を前向いた感じで、余計な腕のターンがないので体だけで打てるんで、結果的には余計なこうフェースターンがないですから、フックにはなりにくいっていうことですね。肘を前向けたままスイングするっていうことがとても大事です。これ特にフックに悩んでる人、またストレートボールにはこの肘の向きは不可欠なんで、この肘をできてくるのにね、皆さんのゴルフもよりアップします。まとめるとですね、今日のフックを直すっていうことでは3つありましたね。左手のグリップの握り方、左手がだからフックが多い人はやっぱりこうなってる、こうなってるんで、親指が左足にこう向くようななるような感じですね。特に肘が前向けたままからグリップをしましょうっていうことですね。そうすることで左手のグリップは直ってきます。で、2つ目はダウンスイングで右肘を内旋ですよね、内回りしてしまうということですね。ここからこう使ってしまう人が多いということですね。こうならないように右肘の向きを前向けたままスイングすることがすごく大事だということですね。でもそれも右腕をそう使ってしまう原因はグリップにもあるって言いましたよね。右手のグリップが右手の生命線に親指あってこうまっすぐ握れてるんじゃなくて、下からこう握ってしまうから、ダウンスイングも余計こう使わざるを得なくなってしまうということですね。このグリップも右手をこうダウンスイングしてしまうのが原因ですけど、なんでするのかはグリップがこうだから握ってしまうということですね。右手を手のひら上向いたままグリップだから戻してしまってフックしやすいっていうのもあるんで、右手のグリップにも結構ダウンスイングを、右肘を変な使い方をしてるっていうことの原因にもつながります。で、3つ目はですね、スイング中においてやっぱりフェースターンをこうしてしまうってことですね。やはり開いて閉じての動作、結構ね、バックスイング開いてダウンスイングこう閉じるっていうことをすると、今のはそうなんですけど、すごくフックしていきますし、やっぱり開いて閉じての動作っていうのはやっぱりまっすぐ当たる瞬間が一瞬しかないんで、やっぱりスイングパフォーマンスは低いです。そういう面においてはね、さっき言ったように肘、3つ目ですね、肘を前向けたままから余計な二の腕を締めた状態からずっとこうスイングするっていう風な余計なフェースターンをしないっていうことですね。そうすることによってボールのフェース面はまっすぐずっと向いてきて打ちやすくなる。やはりね、これが肘の向きがずれてしまうことによってやっぱりフェースは変えやすい。だから僕自身はですね、肘の向きがやっぱりフェースの向きとも思ってますので、肘を余計な動きをしない、そのためのドリルとすればクラブをこうやって横に持ってですね、肘を前向けたままからこうやってスイングする、肘を前向けることの体の努力をするってことですね。そうすることによって肘を前向けたままからスイングができてくるんで、余計なこう腕の動きがないんで、腕と体の一体感も出やすいんで、この腕の使い方をね、アプローチにも全部つながりますんで、この左手のグリップとダウンスイングの右腕の使い方とスイング中のこの肘の向きですね、この3つを直してもらうことで皆さんのフック直すし、スイングパフォーマンス、ゴルフも良くなりますので、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。
よし。よし。いい天気だ。アイスとクッキー。